ひなチャンネル。今日はワンルーム勇者最終回の反応会ね。ついに私の癒し枠がなくなってしまったわ。最近はバトルものだったけど、最終回は癒して終わってくれたね。うちは面白く終われたと思うよ。私も満足して終われたよ。さてそれではみんなの反応どうぞ。最終回またオープニングカットか。最終はリアタイせよ。この魔王ドスケベすぎる。本日の主役奇女の格好だ。ドスケベモードだ。先に飲むなよ。はいマックス。幽霊さん普通に幽霊言うのくさ。所定ちゃいちゃネタミ。幽霊さんは楽しそうじゃない。もう姿を隠さなくなってる押し入れの人どうした。う幽霊がう押し入れの中の人出てるじゃん。新婚さんかな。というか幽霊さんの正体明かされるのかな。最終回始まりました。ボテ腹きたー。ボテマックス本日の主役助けきたー。ドカ食い気絶部。作りすぎだって全部作ったのか。イチャイチャしやがってう。作りすぎだろ。祝勝会だった。ピザもケーキも手作りだよな。動けるデブ。もうカップルぶち殺してやる。幽霊怖いう。幽霊さんキレてるやん。もうこれラブコメだろ。魔王様かわいい。サモハンよりは痩せてる。押し入れの人なんで外出てるの。イチャイチャしやがって。なんだこのイチャラブ。魔王お前男だろだろ。震え声。これもう夫婦でしょ。なんかいい雰囲気だけど。かわいい。いやもう夫婦じゃんこれ。照れちゃう。ピンポン連打う。呼んでないのに来た。ケツ。またカメラにケツ向けてる。クリックしたらいいことあるよ。アホかう。イエスかオーケーしかないう。クリックしたらいいことあるよ。アホすぎる。クリックすんなよ。ネットリテラシーがなさすぎる。アホだう。そんなクリック詐欺に騙されるな。無能ってレベルじゃねえよそれ。お誕生日感あるな。これを見よ。ジャパニーズ土下座映像。そら勇者が土下座したらセロンさんもなんかせざるを得ないやろ。和解してるじゃねえか。自治区としての存在を認める。小原よしみモブ確認。モブシャミコ。またシャミコがモブしてる。土下座がかっこいいってなんだよ。バカ女演技の小原さんすごいですね。マックスさんマックス大人気。森林破壊すごい勢いで伐採してる。くん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 。お前腹に穴開いてなかったか。う王国の自治区になった。共和国の人らいい人だよな。ふっと自治権獲得したんか。これにはジオン公国民もにっこり。ライザみたいなアングル。太ももライザといい勝負。姉ゴーッド愛だったの。ジオンなら独立戦争してた。ロードローラーだ。ローラーでそうはならんだろ。タイルみたいに見えたけどロードローラー使うの。ロードローラーなんて見たのいつ以来だう。ライザと比べて随分とごつい太もも。自治区で温泉ならまんじゅうだよな。お肌ツヤツヤよ。なんかスライムが統治してる魔国みたいになってきたな。まだハゲてる。髪治ってないう。セロン最強セロン最強。すっごい後日談っぽいな。やっぱすげえよ勇者は。こっちは平和だ。何度も土下座。土下座リピート。何回流すんだこの土下座。貴重なデータとは。ん何そのデータ。お体の具合はどう。じゃなくて火笑い。クソ動画う。マッキーですブヤう。貴重なデータこれが。メントスコーラ。クソ動画かな。画質悪。メントスコーラ自販機。あの黒歴史チューバーアベマジカの世界にようこそ。案件う。後ろう。なんてもん見せてんだよ。心霊動画なっとるが。後ろに映り込んでるね。心霊映像だ。フレット特攻。中の人も映っておる。貞子かな。マックスくんさ貞子になりそう。お分かりいただけただろうか。てかこれ赤番した時の。これもう闇芝居だろ。昨晩の明るい話題呪い。完全に呪いのビデオでくさ。トラウマ植え付けられてますけど。出てくんなよ。カメラ止めろ。貞子が吐く。なんでフレット恨まれてるぬ。画面から出られるのかよ押し入れの中の人。幽霊さんは時空を超越してんの。取ってたの勇者なんすけどね。結局この幽霊は一体ガチ貞子だったの。押し入れの中の人の謎は明かされる日が来るんだろうか。フローキカオのトルケル。あんな配信が流されておいて無駄に豪華円卓。円卓会議冒険者ギルドにいそう。ルフィの声が聞こえる。このキャラのこのほっぺの丸い感じ好き。田中真弓笑ってしまう。キャラの高い会議だな。呪いのビデオ渡して現在進行形で恨まれてますよ。ここで全員やっちまわないかなう。なぜドローンを破壊しなかった。レオ推しのばあちゃんはいい人やな。功績もございません。 TDN は魔導実験の事故だった。おっとお前の仕業だろ。事故なの。そろそろこの大臣も懲らしめないと。スケープゴートにされちゃう。バーン様権有大臣お前。あの爆発は魔道具の事故で処理されたか。責任を押し付けられた。汚い。さすが大人は汚い。よくあるなすりつけだ。賢い方々ですね。ゼニスのやったあれか。ゼニアちゃん言うのう。
バレたなぁ。ジェシーおいたん逮捕されちゃった。さっきのウイルス DJ 案件、関連するんだね。やいやい。汚職がバレた。約1名わかってない人がいるな。王国もそこまで無能じゃなかったか。おっさん、食えないやつだ。爆破の件とか誰も言ってねえが、これもゼニスウイルス。結果的にゼニア大手柄う。人間に限らない魔族？男にしてやりたかったイミシン。魔じゃなくて魔の眷属ってのが何なのか。何ですか、この茶番は。盗まれたこと思い出したのかう。フレッド、昇進。失せじゃん。ことはすべてエレガントに運べ。フレッド、空席になった大臣の席へ。ああ、大臣にする気か。逃げられなかったビリオン。公園でカップ酒。そんなの趣味にするなう。張り込んでやがったう。勇者の土下座1000万再生。マスゴミ。マスコミに捕まったか。現在定職についていないとのことですが。ぐいぐいう、髪引っ張られてる。土下座で男をあげたが、カップ酒しづらくなった。腰水ママ、ユリアの見た目変わりすぎだろ。零細字でかいな。ユリアさん、すっかり普通の皮膚に。大きな赤さんだな。サーブに魔力こもってませんかね。ユリアさん丸くなったな。ユリアがすっかりおかん体型に。ユリアさん、結構ぼっちゃりしてたんだな。先週はわからんかったが。こう見ると娘さん母親そっくりだなう。せやな。極上スタミナ丼でいいね。極上スタミナ丼。陛下ちっちゃいな、本当にちっちゃいな。魔王様マジで優しいし可愛い。でか。やっぱ胃袋握られてると弱いわ。魔王たち、まだ居座る予定。結婚して一番丸くなったのは、もう極上スタミナ丼の口になっているんだ。仲直りの乾杯をしましょうか。勇者マックス負傷時、集合写真。可愛いね。ユリア10年前に戻して。はいチーズ。仲良し写真。ちゃんと撮られる側がチーズ言ってる。勝利の時の記念写真。お前らとは二度と会わない、それが平和ってことだろ。平和になったら軍人は無職だからね。いいな、本当いい作品。この頃はかっこよかったのに。いい最終回だった。いやこれいいまとめ方だよ。この先のことを踏まえると、勇者たちの後日談ものしてはとても良いアニメだった。つまり世の動乱にまた勇者が駆り出されちゃった形になるんだよねー、というシーンで締め。素晴らしいアニメだった。めっちゃ綺麗に終わった。いい最終回だった。これ最終回ってことでいいの？最終は終わり EOP だった。なんだかんだで面白かったな、ワンルーム勇者。最後まで部屋に追加される人はなしか。3ヶ月間ありがとうございます。週初めの大爆笑、終わっちゃったよ。振り返ってみると序盤のゼニアのエロ要素が完全に物語に引き込むための餌だった。みんなの反応はここまでです。3ヶ月間私に癒しをありがとう。これから魔王様に会えないなんて寂しくなるわね。最後は綺麗にまとまって終わったから結構満足できたよ。魔王と勇者の今後のなりそめは気になるけどね。確かにあの2人が最後にくっつくのかは気になるかもね。それでは本日の動画はここまでです。また視聴者参加型2023夏アニメランキングを募集しています。ぜひご参加お願いします。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。